前回のあらすじ。245kH ができたから 250kH を狙うも、力及ばずで6レップまで。大会も近づいてきたから260キロも扱うことに。260キロは3レップがベストだったが、4レップに記録更新してサイクル終了。詳しくは概要欄の前回動画を参照。そして新しいサイクルが始まったぜ。今回はどんな方向性なの？前回が260キロ4レップだったから。今回は260キロ6レップを狙うんだぜ。方向性の伸び率じゃねえか。普通に考えて4レップのベストを6レップに伸ばすの無理だから。お前キャリア12年のベテランがよくそんなこと堂々と言えるな。そんなこと言われてももう遅いんだぜ。今回サイクルは6レップ設定。ウィーク1が200キロ、ウィーク2が220キロ、そして現在の動画はウィーク3、メインセットは240キロ6レップなんだぜ。おまわりさん、こいつステロイドやってます。次のクラシックパワーでドーピング検査に指名してください。ちなみにハリーは過去検査に指名され、ドーピング室に連行されたことがあるぜ。そして260キロ6レップへの足がかりとなる240キロ。ここをどれだけスムーズにできるかが重要だぜ。スムーズじゃねえか。最後は自習の重さ慣れで、260キロ3レップだけ扱っておくぜ。こうしてかなり良い動きでウィーク3を終了することができた。この動きなら260キロ6レップも不可能ではないかもしれないね。そして審判の日、ウィーク4でサイクル最終日だ。260キロ6レップできたら、マックス換算は約300キロだね。まあハリーの場合、1レップに弱いからそこからマイナス15キロくらいだな。その点が本当に大きな弱点だよね。基本的にはレップを重ねて記録を伸ばし、じわじわ底上げするしかないんだぜ。そういえばなんでいつも下見てスクワットしてるの？世間の目が怖いの？もっと明るく生きようよ。騙されたと思って試してほしいんだが、斜め下を見ると非常にしゃがみやすいぜ。なかなかしゃがめない人は、ぜひ試して自分に合った目線を確立してくれ。性格が暗いという理由ではないんだね。そしていよいよ260キロだ。6レップ目は際どかったから5レップで終了したぜ。まあ一応自己ベストではあるんだよね。次回サイクルでは無難に265キロ5レップを狙うぜ。最後は1レップで重さを扱っておくことに。実は人生初の275キロ、ロードオブ300キロ。それではまた次の動画で。